どうも、グラント博士です。ディディーン Welcome to Animal Zoo。 今のね、ドラシックパークの超名シーン、皆さん見てください、アリマル動物園の園長です、アリマです。これティラノサウルスの頭蓋骨なんだけど、これお姉ちゃんのイオリに誕生日にもらいました。Thank you。 じゃあ、爬虫類の、ケージに入れればみたいな感じでもらったんだけど、まあ、これを使ってちょっとね、自作ケージを新しく作りたいと思います。結構コメントとかで自作ケージの作り方を教えてくださいとか、見たいですとか結構あったんで、まあ、今日はねこれを テーマっていうか、ジュラシックパークテーム、ダイナソーテームのちょっと化石の発掘場的な、ちょっと荒野じゃないけど岩場みたいなところっぽいチックなやつをちょっと作ってみたいな、チャレンジ挑戦してみたいなと思います。で、入れる動物なんだけど、ここにヘオモントカゲモドキです。爬虫類飼ってる人だったらほぼみんな誰でも知ってる、飼いやすい、おとなしい、かわいい、すべてを兼ね備えた初心者向けの爬虫類、トカゲ。こうやって動きも遅いしね。で、この子のケージがまだ結構適当っていうか使い回しケージだったんで、ちゃんとしたやつをね作りたいなとは思ってたんで、せっかくヨリがねこのティラノサウルスのくれたんで、こいつもこれのテーマにしたいなと思います。ほら、もう気に入ってるんだって。じゃあ早速、結構ねここにめっちゃ散らかってんだけど、今まで作ったやつの余りとか結構家にあるんで、そういうの作ってもったいないんですけど、ちょっとそんな大きくないけど作りたいと思います。で、テーマっていうか、まあ爬虫類、ホルモントゲモドキってさ、結構もう言ったら、もうこんなシューズボックスみたいなのでも買おうと思ったら元気に飼えるし、繁殖もできるんだけど、まあ、俺的にはねこうやって結構動くし、立体行動もするし、可愛いんで動いてるところを見るのが、結構広めの隠れ家もいっぱいあって、まあ、どこにいんのっていう感じのレイアウトが好きなんで、まあ、その方が動物も楽しいと思うし、いろんな登ったり、いろんなところに隠れたり、自分が温度調整とかもこういっぱい隠れ家があった方が一個よりはしやすいんで、まあ、大豪邸やね、言ったら、を作ろうかなと思うんで、まあ、参考にしたい方はぜひ参考にしてみて、何やこれっていう人は、まあ、自分の好きなやり方でやったらいいと思います。ということで、 Let's start。はい、とりあえずこれは扉なんだけど、これはもう前作ってたんで、これが前面ね。で、今作ったのが底の部分、これぐらいの面積になります。水槽の床面積は、まあ、イメージとしてはこういう感じで、あと外のこの辺の枠も作っていきます。なんか犬がいる。サシャ、サシャちゃんだって、こんにちはって。はい、こんにちは。かわいい、かわいい。はい、かわいい、かわいい。はい、かわいい。もうそれだけだけど。それだけでした。はい。よし、じゃあ次。これが、こうなって、これが、こうなる。で、真ん中に棒を突っ立てて、合体をさせます。これを、どういうことよ。どういうことっす。合体させます。あとはこのまま合体させれば枠が完成します。ということで、枠、白、枠が完成しました。ティラノもいます。で、あとはこれが全部枠ね、まあ、横の板とか貼っ付けて、内装、もう醍醐味、アリマル動物園の醍醐味の内装をやっていきます。イエイ。はい、取っ手をつけました。はい、これがどういう働きをするかと言いますと、ここにこういうのつけたんだけど、蓋をはめ込んだ時に
これで取れやすくなると。で、この壁がなんで取れたら便利かっていうのはまた後ほどわかる。で、3つこう同じように作っていきます。はい、壁完成しました。これ塗るね。塗ります。これダイソーで買ってきた発泡スチロールの板、これを床と4面に貼っていきます。はい、こんな感じで発泡スチロールの板みたいなやつで中を覆いました。これをすることによって保温効果かな、があります。ちょっとした隙間とかこういうところはシリコンでやっていきます。はい、ということで壁に発泡スチロールとプラダンを床に敷いて、ここね、ここに実は小窓を作りました。この塩ビの板をこうはめて、ここ実は土で埋めるんだけど、洞窟みたいにしてその土の中に隠れた時のシェルターの様子を見れるようにここだけ透明の板にします。で、今からこのシリコン使ってシリコンで縁を塗っていきます。こんな感じでピーッつってシャキーン。これでGood. And we just wait for a couple of days for this to cure and we'll get back into it. はい、シリコンもだいぶ固まっ、だいぶっていうか普通に固まってます。もう何日か経ったんで。じゃあ次はこのね、いよいよここの洞窟部分を作っていきます。材料はこれです。これとどうなるかっていうと、これ合体させてここにこうやって穴開けて、入り口入れて、この平野の口から中に入れるっていう作戦。じゃあこれはホットグルーガンでピークつけて、肩でペッて穴開けてペッて入れて、このどっか穴開けて2階建てにします。くっつけたやつにどうぞ。はい、ホットグルーガンで、くっつけました。これここに入ります。で、まあ、土がね、土でこれ隠してこうやって入りますよみたいな、こんな感じでこれ入れるよみたいな。オッケー、じゃあ次はね、いよいよこの壁の背景っていうかを作っていく、一番面白いところを今からやっていきます。ここはイメージできる人はこう想像しながらやって、できない人はちょっと紙にどんなんがいいか書いてみるとか、ここに岩があってとか、ちょっと下書きみたいなのをすればやりやすいかも。まあ、俺は適当にやります。よし、ここが床、か後ろ、横、横、これ天井、こうなる感じです。ここにちょっと隠れ家をなんかいっぱい箱持ってきたんで、ちょっと組んでみます。適当にこうやって、何やろ、あとこれとか、もうこれで止めちゃいます。まあ、これみんなイメージできてないでしょう。はい、ということで一旦こんな感じで仮設置完了。こっからね、発泡ウレタンって言って、なんかスプレー式の発泡スチロールみたいなのでバーってカバーして、それ削って、セメントで塗りたくるんで、この今の見た目はもう跡形もなくなるけど、一応こんな感じで隠れ家を 1,2,3,4,5,6,7 個ぐらいあるケージにしました。はい、じゃあ今からこれに発泡ウレタンって言って、こいつなんかね、スプレー式の発泡スチロールみたいなやつをで覆っていきます。これをそうするとちょっと岩っぽい感じになるんで、めっちゃ振ってこうやってでやっていきます。で、結構服につくと取れないので、なんかもう汚れてもいい服適当に着てやってください。あと本当は手袋も、本当は手袋も、手についてもなんかネチョネチョで取れないんで。これぐらい振ればいいかな。いきますよ。で、なんかガン、トリガーみたいなのつけて、よし、いきます。
外でやりましょう。多分外の方がいい。床とかについてもあるのに。じゃあ行きますよ。よし。はい。すごい膨張して何倍の大きさにもなります。で、後から発泡スチロールみたいになるんで、カッターとかでちょっと切ったりとかで、まあ、割と多めにつけても、まあ、問題ないかな。どうせ後で切るんで。ただこれ使い切りなんで、もう全部やっちゃう。ピンクいいでしょ、かわいいでしょ。ちょっとどうしようかな。あとは、まあ、ちょっとこう角度変えます。あんまり早いともしかしたら落ちちゃうかも。あー取れた、やべえ。数時間で、まあ、1日かな、半日ぐらいで固まります。はい、イエイ。はい、じゃあ発泡ウレタンがね固まりました。こんな感じ。ほら結構膨張してますね。これはまあ後で置いたんで くっついてないんですけど、これもなんかカッチカチの、まあ、発泡スチロールと同じような感じと思っていただければ。で、今からやるのはこれを削ります、カッターで。で、今こんな感じでスペースがなくなってるんで、これをいい感じに削る作業。これがね、めんどくせえの。時間がかかって、ゴミもめっちゃ出る。まあ、軽く早送りでやって、もうあとは完成したのを流そうかなと思ってます。で、サシャもね、手伝ってくれるんだって。ゴミ袋用意して、まあ、例えば、サシャそこでいいの？そこでいいの？ちょっと邪魔だけどね。ね、ちょっと邪魔。まあいいや。ちょっと邪魔。よいしょ。ね、ごめんごめん。ごめん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 。あ、ごめんね。ちょっと邪魔なんでしょ。ちょっと邪魔なの。分かった分かった。はい、はい、待ってて。はい、はい、ごめんよ。よいしょ。はい、そうそうそう。これを、こう。こうなんか切っていく。あと。で、この後、セメントを塗るんだけど、こうツルツルだとね、セメントもなんか剥がれるんで、切ると、こう、ザラザラしてるんで、セメントもね、しっかり貼っていてくれるんで、表面は、基本的に、大体全部、切っていきます。クソめんどいでしょ。でこれは、なんか、映画、見ながらとか、ちょっと YouTube、動画をバックグラウンドで流しながら、やるのをおすすめします。で、まあ、カッターなんで指、まあ、怪我しないように必ずね気をつけてください。はい、じゃあとりあえず全部やった後にスキップします。はい、ちゅうことで削りましたよ。何時間も、2時間ぐらいかな。こんな感じでこう全部ね切っていきました。なんでちょっとすっきりした。ティラノも入れてみてます。まあ、袋1杯分ぐらい削ってって感じですね。じゃあこの後セメントを塗って、もうこっから一気にちょっと自然っぽくなるんで楽しみにしといてください。ということでまた今度ね、今日はもうこれで、こっから次の作業に行きますが、何をするかというと、このね壁をね、これ取り外し式にしたんですよ。これとかを、でこれなんでこうしたかっていうと、隠れ家が汚れた時とか、どうしても動物を出したい時にこれを取ってこの隠れ家につながるっていう仕組み、こう穴開けて壁に作ったシェルターにアクセスできるようにします。じゃあちょっとだけやってみるか。サシャも映っとることだし、ここら辺適当でしょ。多分この辺にはなければ完璧。これね、初めてやります。だけど、うまくいくかは正直わかんない。特に、しかも、なんか他の人がやっとったとか、でもない。なんか思いつき。あー、若干、下すぎた。若干下すぎましたね。見える。計画的に設定するとこういうことになります。まあいいよ。こんな感じで、穴を、横に開けました。つまり、まあ、水槽の正面からいると罠がね、キリーン開いてるわけです。こんなやりやすくはないけど、アクセスができるようになっております。はい、
はい、こっちにも穴開けた、ここにも穴開けた、4箇所ですね、穴が必要だったのは。だけどここを今度は、まあ、穴と板の隙間をちょっと埋めて、そこの隙間には入り込めないように加工します。微妙に隙間があって、そこから出ちゃう可能性があるんで、動物が。なんでちょうどね、この 1x4 と同じ厚さのスタイロフォームっていう硬い発泡スチロールみたいなやつで、この隙間を埋めます。こんな感じで、もう断熱効果もあるしね、これだと。でこんな感じでやれば動物も出れないけど、もしね、中のメンテナンスを、まあ、そんなにやることはないんだけど、時々やるときはこれを出せば、まあ、うんこが溜まってきたとか、ここが万が一トイレになった場合、なんか全然巣穴から出てこんくて、どこにおるかわからん、ちょっと動物レオパのチェックしたいみたいな時にアクセスを、まあ、一応できるみたいな感じにしてみました。はい、ただね、まあ、これは使ってみてクソ微妙じゃんってなる可能性もあるけど、まあ、一応これがちょっと俺が、これを作るにあたってちょっとイメージしとったやり方なんで、このケージでちょっと使い勝手をね、その辺は試してみたいと思います。オーケー。はい、じゃあ皆さんお待ちかね、いよいよこの内装をやっていきます。セメントね、これを塗っていきます。こっからもう一気に見た目がね変わるよ。今もうピンクで何のこっちゃ分からんけど、このセメントで覆うことによって、もう擬岩っていうか、そのもう岩っぽく一気になっていくんで、まあ、これ一回じゃできないんだけど、一回まずこの向きで塗れるところに塗って、それが乾いたら起こすというか、縦にして塗って横にして、また横にしてみたいな感じでやっていきます。はい、じゃあね、ここにまずは、まあ、これ本当は外でやった方がいいんだけど、なんか雨が降ったりね、台風が近づいてきとって中でやるけど、まあこぼれたりすることもあるんで、外でやった方がいいね本当は。でこれも本当は測った方がいい、初めてやる人は。俺は大体何回かやって、水の量とかセメントの硬さでちょっと目分量でやっちゃうけど、書いてあるんで。でこれはホームセンターで、あら、サシャちゃん戻ってきたの？もう超安いよ、数百円で買える。とりあえず今日はそれでやっていきます。はい、これぐらいのちょっと粘り気があるぐらいがちょうどいいかな。うん、これをじゃあ塗っていきます。使うものは、まあ俺はちょっとずつやるんで、これスプーンとかでやっていきます。まあまあ慎重に上からいきます。で重くなるんだけど、どうしても前回薄く作ったら、薄すぎるとひびとか入ってくるんで、ちょっと厚めにしないといけない場合があります。特になんかこういうむき出し部分、こういうこの辺は結構ね厚めにしないけん。でまあ時間がある時にやった方がいいかもね。あんま焦ると妥協しちゃうんで、こういうのはもうちょっとずつゆっくりやっていくのがベストだから、まあ、動物迎える前とか、他の入れる場所がある時、そんなに焦んなくていい時にやることをおすすめします。ほい、とりあえずこんな感じで1回目はこれで固まるの待ちます。まあ、この状態で置いて、かけれるところにこう全部かけてった感じで、これが乾いたら縦にしたり横にしたりして、このピンク、まあ、全面がセメントに覆われるっていう感じです。じゃあね、ついでにここの洞窟、地下室にの部屋もちょっと塗っていきます。はい、途中経過こんな感じです。この辺はーって塗って、あとはこの横のこことかこことかね、やっていきます。するはい、今ねほぼ全部セメントで塗りましたよ。どう、これ動物園でしょ動物園じゃないですか、という出来栄えでございます。クレガがね、1、2、3、4、5、6、そしてここに伝説の洞窟が見えて、ここの隠し穴から地中が見えるというやばい出来でございます。でここピンクだけど、こことかね、ここ植物を植えるんで、ちょっと土を入れるんで、完成したらこれ見えないみたいなね感じ。ちょっといいよこれ。で今ちょうど全部塗り終わったんで、まあ2日ぐらい寝かせて乾燥させて、色をねちょっと塗っ
で、その化石発掘場なんで、テーマはもうちょいね、砂っぽい色というか、ちょっと今グレーだけど、砂っぽい色にしてみようかなと思います。じゃあ次はね、これ乾燥したら色を塗っていきます。はい、まあ、時間はかかるけど難しくはないって感じかな。のんびり、いついつまでにやるっていうのを決めなければ、ちょっと手が空いた時に気長にやっていけば誰でもできる、正直。はい、じゃあセメントもね、ほぼ乾燥しましたよ。いやー、これすごいね。これじゃあこれね、塗っていきます、色を。で、何を使うかというと、今回は、まあ、何色か使うんだけど、ただのダイソーのペイント。まあ、基本的にね、このアクリル樹皮だったら防水加工なんで、よっぽどなんか濡れた湿ったような環境の動物じゃない限りは大丈夫。勇気がかかるぐらいだったら全然溶け出したりとかはしないので、これを塗っていきます。はい、ちょっと白くなったかな。これが下地というか、ここになんていうの、奥行きを入れるためにちょっと黒いの塗ってみたりとか、エイジングの加工をしてみたりとかやって、もうちょい自然っぽくします。どうですか、サシャ。はい、白も乾いたんで、今は表面のエイジング加工、なんて言うんだろう、っぽく見えるように、こう、テケ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 って感じで、まあまあ適当にね。何？何？邪魔しないでくれ。サシャが邪魔してきます。はい。甘えん坊なんで。まあ、こんな感じで塗っていきます。薄いところもあれば、濃いところもある。的なね。はい。俺流だけど、よくわからん。こんな感じでやっていきます。はい。で、ある程度塗り終わったら、なんかね、奥行きを出すために、凹んどるところを、ちょっと暗い色を塗っていきます。例えば、ここの凹んどるところとかに、こう、ちょっと茶色とか黒とか、暗い色とかでやると、なんか奥行き、もっとね、奥行きが出るのかなって。はい。塗り終わりました。ここを赤っつって、あとは塗る感じになりました。じゃあね、ちょっと植物も植えようかなと思ってね、土とか植物を入れて、もういよいよほぼ完成です。結構ぽくなってきた。はい、こんな感じです。はい、場所も爬虫類部屋に持ってきて、ちょっと置いて、さらにちょっと取るの忘れたんだけど、植物もこんな感じで入れてみました。土もね、これ多肉用にちょっとブレンドしたっていうか、植物用に混ぜた腐葉土と赤玉土と鹿沼土とゼオライトとかも混ぜて、通気性を良くしたものを使ってます。いい感じじゃない？これほら、ピアノの口のあそこ入り口があって、こう開けるとこの中が見れるっていうね。まあ、見にくいけど、こんな感じです。あともうほぼ完成。上の蓋を今度くっつければ、もうあと水入れとかね、入れれるな。もう俺おばちゃんを楽しみだ。こんな感じでね、スニーカーも隠れ家もいっぱいあって、上に1、2、3、あっちの奥にも1個あって、このね、ここもあって、あとここか、6個ぐらいあるのかな。まあ、あとはそのあっちの奥にも入れるし、そこの裏も通り道になってる。これはいいよ。はい、こんな感じでーす。いや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 、完成です。蓋もあって、ライトもつけて、ガラスの扉もつけました。水入れもある、植物も植えた、あとはレオパを入れるだけ。入れちゃっていいっすか。こんな感じで、隠し、ティアの口の中にはこの地下室に行けると、こういう感じで。しかも2箇所もある。ワニはね、いずれメスも入れてペアで飼いたいと思うんですが、じゃあもう入れますね。じゃあ、はいはい、持ってきた。じゃあね、ちょっと脱皮前かな、ぼやけてるけど色が。
いよいよお引っ越し、はい、入りました。入った。どこに行くのか、どうですか。もう探検してます、探検してます。まあ奥行くよね。まあ奥の方に行って、あっちの中入るとね、実は奥にも続いてるのが見えるかな。ちょっと見にくいな。あ、出てきた出てきた。ほら通路があって、ほら見えた見えた見えた、尻尾が見えました。またこっちから出てくるか、またこっちから、あ、出てきてる出てきてる出てきてる、あ、出てきた出てきた。どうです、どうですか。そこそこ入れるよ、入れるよ、入れるぞ、入れるよ。なんかかわいい、見てこれ見てこれどうした、広くなった。隠れ家もいっぱいあるけんね、隠れ家もいっぱいあるよ。いろいろ探検してくださいよ。よっしゃ、それ出てくんのかい、出てくんの。もうちょいさ、隠れ家とかあるよ、出てこんでも。その上とかさ、いけるよ、上ここ穴とかあるよ、よく見ると。ほら、上もあった。上もあった。いろいろ隠れる場所がある。で、ここバイオアクティブって言って、ちょっとミールアームとか、土に住ませてうんちとかを分解してくれる。掃除をあんまりしなくてもいいようにします。はい。で、うんことかをま、この穴の中とかでも多分するんで、定期的に壁が取れるようになったんで、取ってちょっと中もメンテナンスしたりとか、まあそんなしやすくはないけど、バイオアクティブにするんで、そんなにね頻度も高くなくていいんで、そんな感じでねやります。あとはそれぐらいかな。ライトもこれ植物用の、まあこれは熱帯魚用の LED と植物用のライトも入れてるんで、こう多肉とかは結構太陽光結構明るくないとダメなんで、うん、そんな感じでやりまして、今はちょっと羽日今あったかいんでいらないんだけど、まあ、冬になる前にこの地下室ね使ってほしいんで、この下にはここあったかくして、この中は結構あったかいゾーンにします。こっちのティラノがいる右半分をあったかくして、こっち側はヒーター、左側はヒーター使わずに、まあ涼しい場所を作って、こう温度交配をね、温度交配は作ろうかなと思っております。はい。そうだ、あそこの上にもね、あるんだった。あそこの上にもね、あるんですよ。あ、隠れるわ。これ見えにくいな、蓋すると。まあ、こんな感じで。はい、ということで、自作のトカゲケージを作ってみた。いかがでしたか？まあ、手間はね、正直、まあ、かかるけど、うん。生き物の命を預かってるんで、手間を惜しんでては動物は飼えないと僕は思ってるんで、楽しいしね、作るの。ちょっとでも参考になれば。で、失敗は俺もしてきて、やっぱやれば気づくことってあるんで、ぜひね、挑戦したい人はしてみてください。そんな金もかかってないな、1万は絶対いってないぐらいの感じで作れるんで、普通にガラスケージ買ったりするよりも安いんじゃないかな、これの方が、うん、はい、そんな感じです。これね、良かったと思う人は Like and Subscribe をしてください。ということで、またもし他にも
多分これからも作っていくことがあるんで、ちょっと動画を作ります。バイバーイ。Thank you.